オークニー諸島は北部諸島に含まれるイギリス領の諸島である。グレートブリテン島の北東沖合、北海と大西洋の境界に位置する。2007年の人口は19900人。行政面ではスコットランドに属し、諸島全体でカウンシルエリアを構成している。行政府所在地はメインランド島のカークウォール。気候は 北緯59度と高緯度の割には温暖で、土壌が非常に肥沃である。牧畜などの農業のほか、北海油田の石油産業、風力産業、海洋資源産業がある。地元民は、オーカディアンと自称し、豊かな民族風習と方言を持つ。かつては、諸島中央部のスカパフローは、イギリス海軍の艦隊白地であり、 第一次世界大戦、第二次世界大戦中は主力である、グランドフリートや本国艦隊が所在した。オークニー諸島の地勢図と、主要航路オークニー諸島は、約70個の島で構成されており、主な島は、メインランド島のほか、サンデー島、ホイ島、ストロンゼー島、サウス、ロナルド聖島などがある。ノースアイルズと、サウスアイルズに2分され、 地質上は主に旧赤色砂岩から構成されている。スコットランド本土とオークニー諸島との間を隔てる海峡はペントランドファースと呼ばれ、サウスロナルド製島から本土のダンカンズビー岬の間、幅約10キロメートルである。オークニーの島々は、ホイ島の切り立った砂岩の丘、メインランド島、ラウゼイ島西岸のゴツゴツした崖を除けば、 全体的に起伏は少ない。ほぼすべての島に、ロッホがあるが、大河川はなく、わずかに高地を浸す小川があるばかりである。海岸線は屈曲している。島々間の海峡は、現地語で、サウンズやファースと呼ばれている。また、潮流は激しく、または、地元民の一部が、止まり木と呼ぶ流れは、頻繁に渦を引き起こして、小島を速やかに取り巻く。 オークニーは、強風が吹きやすく、一部を除き、自生した樹木を描いている。オークニー諸島の地質図オークニー諸島の表層地質は、大部分が、デボン期中期に形成された、旧赤色砂岩である。近接するスコットランド本土、ケースネス地方のように、この砂岩は、モアーヌ類ソ群の変成岩の上位にある。この変成岩は主に変魔岩と花崗岩で構成され、 ストロムネスの町とインガネスの間を呼び、グラムゼー島の一部で見られる。デボン期中期は、三つの類相群に分類される。最も貝の部分は、ほぼエーフェリアン期にあたり、オーカディー湖、デボン期に、オークニーから、スコットランド北部にかけてあった湖に堆積した、サガンの一種である、板状のフラッグストンである。後にできたラウゼーフラッグストンは、ノースアイルズと、 サウスアイルーズ、メインランド島東部の多くで見つかっている。オールドマン・オブ・ホイは、最重要な遺伝ール遺草群のフラッグストーンからなり、場所によって800メートルの厚さがあり、傾斜したフラッグストーンの上に不整合で被さる。その成因について議論が続いている。オークニー,ー島におけるデボン機を呼び、それより古い岩石は、一連の西南西から、 東北東内し南北方向の断層により切り刻まれている。その断層活動はデボン期における堆積の間も活発だったと考えられている。強い南北の方向の終局軸がイデー島とシャピンゼー島の間を横切っている。デボン期中期の玄武岩がホイ島西部、メインランド島東部とシャピンゼー島で見つかっている。ホイ島の火山岩と その他二つの島の路頭の間の相関関係が堅議されている。しかし、科学的蘇生の違い以外、これは未だ明らかになっていない。ペルム気候期のランプロファイアン脈が、オークニーの至るところで見つかっている。氷河昨今と、北海の海底に由来する、チョーク及びカドイシュなどの迷子イシの存在は、島の地形に及ぼした氷床の影響を示している。 氷暦度で構成されたモレーンも、広い地域を覆っている。灰色アザラシの親子オークニー諸島は、野生動物の宝庫である。特に、灰色アザラシ、ゼニガ型アザラシ、パフィンやミツユビカモメ、ハジロウミバト、オートウゾクカモメといった海鳥である。クジラ、イルカ、ユーラシアカワウソも沿岸部周辺で見られる。内陸で暮らすオオクニーハタネズミは、 ハタネズミとは別の亜種で固有種である。サンデー島、ウェストレイ島、ラウゼー島、サウス、ロナルド聖島、メインランド島で見つかっており、5種類の別個の種類に分けられているが、この種がグレートブリテン島にはいないことはさらに注目に値する。海岸線は色彩豊かな花で知られる。ウラギク、シラーベルナ、ハマカンザシ、イソマツ、エリーカキネレア、 カルーナである。プリムラスコシカは、オークニーの海岸、近接するケースネス、サザーランドにしかない。羊のノースロナルド製ダネは、飼いならされた動物としては、珍しい種類である。彼らが、餌として、食べるのは、大半が海藻であり、限りある内陸の牧草地を保存するために一年の、ほとんどを狭苦しい浜辺で過ごす。透明についた A や、マイナス Y といった、 設備時は、このルド語で島を意味する絵を表す。ホルムとは、このルド語で、小さくて、丸い島を意味する、ホールムルから派生した名称である。オークニー第2位の町ストロムネス・ロッホ・ブステネス、メインランド島は、オークニー諸島最大の島で、オークニーに2つあるバラ、カークウォールとストロムネスはこの島にある。諸島内外をつなぐ空の便。 フェリービンを含む交通の要所である。オークニー諸島人口の約75%以上がこの島に集中している。島は、肥沃な農業地帯である。島は、大半がなだらかな低地であるが、北岸、西岸には切り立った崖が連なり、ロッハホーブ、ハリーやロッハホーブステネスといった湖がある。島内には新石器時代、ピクト人、 バイキングが残した数多くの遺跡が点在する。主要な新石器時代遺跡4カ所は、ユネスコ世界遺産オク国遺諸島の新石器時代遺跡中心地として登録されている。メインランド島には、島の北と南にある小島も含まれる。大国遺諸島北部の島々は、最も広範囲に及び、大半が中程度の大きさの島で構成される。フェリーや、 飛行機でメインランド島と往復が可能である。これらの島々では農業、漁業、観光業が経済の中心である。オークニー諸島最北であるノースロナルド聖島は最も近いサンデー島と4キロメートルしか離れていない。最西部であるウェストレー島には550人ほどが暮らし、パッパウェストレー島との間をフェリーと飛行機が行き来している。 エディ島は、ノースワイルズの中心にある。島の中心は、ムーアで、タンの切り出し、石灰岩採石が島の主産業である。ラウゼイ島、エギルゼイ島、ゲアゼイ島は、エーンハローサウンドを挟んで、メインランド島の西に浮かぶ。ラウゼイ島には、シェンバードケアンを含む古代遺跡があり、エギルゼイには、諸島唯一の円柱島協会の遺構がある。 ストロンゼーファースを挟んでさらに東側には、ストロンゼー島とパパストロンゼー島がある。オースケリー島は、ストロンゼーの南にあり、住民はたった5人である。スカパフローを取り巻く島々をサウスアイルズと呼ぶ。ホイ島は、多くに第二の面積を持つ島で、島北部にあるオードの丘は、初頭中最も標高が高い。オールドマン・オブ・ホイは有名な会食柱である。 また、ホイ島には、規模の大きな石油ターミナルがある。バーレー島は、スカッパフローの東にあって、ドテドで、サウスロナルド製島と繋がっている。この島には新石器時代の鷹の墓がある。グラム税島とフロッタ島はどちらもフェリーで、メインランド島とホイ島と行き来ができる。サウスウォールズ島には19世紀に防衛用に、作られた鳥で、マーテロー島がある。 サウスロナルド製島、バーレー島、ラムホルム島はどれもチャーチルバリアーズによって陸路でメインランド島とつながっている。オークニー諸島の気候区分は温帯の西岸海洋性気候に属する。北、大西洋海流と偏西風の影響を受けているため、オークニー諸島は比較的高緯度にありながら著しく暖かく、また気温の変化が比較的少なく豪雨も 年中安定して存在する気候である。年間平均気温は摂氏8度、冬季の平均気温は摂氏4度、夏季の平均気温は摂氏12度である。年間の降雨量は 850mm から 940mm の間である。風は気候の鍵となる特徴で、夏ですらほぼ安定した微風が吹いている。冬になると頻繁に強風が吹き荒れ。 年平均52時間の強風を記録する。観光客にとっての島の魅力の一つは、日の沈まない夏である。消しになると、GMT で午前3時に夜が明け、午後9時29分頃に、日没を迎えるが、完全に暗くはならない。この長時間の夕暮れは、北の島諸部で、島アディムとして知られる。対照的に冬の夜は長い。 当時には午前9時5分頃に夜が明け、午後3時16分頃に日が沈む。冬のこの時期にオーロラが北の水平線上で時折見ることができる。ビレム・ブラエウが1654年に作成したオークニー・トシ・ェトランドの地図。最初のラテン語名オーケーズがこの時代にも地図で使用されているマッシリアのピテアスは紀元前322年から 紀元前285年頃にブリーテン諸島を訪れ、三角形の形をした北部の突端をオルカスと呼び表した。これは現在ケースネスにある半島、ダンネットヘッドを指しており、ここからオークニー諸島が眺められる。紀元1世紀、ローマの地理学者、ポンポニウスメラは、グレートブリーテン島北部の島諸部をオルカデス諸島の名で記した。 先に、メラとプリニウスがこの島々について言及しているにも、かかわらず、タキトゥスは、紀元98年、ギフグナエウスユリウスアグリコラが、今まで、誰にも知られていなかった、オルカデスを発見し、征服した。と主張している。オークとは、ピクト人の言葉で、若い豚、または若いイノシシを指す名詞である。古いアイルランドゲール語では、インシオークと呼ばれた。 オークニー諸島は現代スコットランドゲール語ではアルカイブと呼ばれるがエイブとは化石化された全知史の覚悟美を表す。ノルウェーのバイキングたちが島書部にやってきた時彼らはオークをコノルド語でアザラシを意味するオーケンと受け取り島を意味する設備事へを付け加えた。これによって名称はアザラシの島を意味するオーケニジャーとなり後世になって 英語で短縮され、多くにとなった。ナップ・オブ・ハワー2007年、紀元前6820年から、紀元前6660年の間のものとされる、焦げたはしばみの殻が、メインランド島、タンカーネスの発掘現場から発掘された。これは中石器時代の流浪の部族がいたことを示す。最初の高級的な定住地となったのは、新石器時代の農場、パパ、 ウェストレイ島のナップ・オブ・ハワーであった。スカラ・ブレイ集落は、ヨーロッパ有数の保存状態の良い、新石器時代定住地跡である。ここは、紀元前3100年頃から定住が行われていたとされる。同じ時代の他の遺跡としては、ストーンズ・オブ・ステネス、メイズ・ハウのエンドーフン、リング・オブ・ブロッガーなどの列跡がある。 新石器時代定住地の多くが、紀元前2500年頃に打ち捨てられているが、これは気候が変化したためだと見られている。青銅器時代には大きな儀式用サークルが使われて続けていたけれども、金属加工技術がヨーロッパからスコットランドへゆっくりと伝わった時には、さらに大きな巨石構造物が建てられていた。この時代にできた多くに一緒当人の定住地は、 比較的少ない。リング・オブ・ブロッガー近くのプラム・ケーク・マウンド、サンデー島のトフツ、ネス、ホルム・オブ・ファレー島の2件の住居跡が挙げられる。ラウゼー島のミッド・ハウ、ブロッホ・メインランド島、カンターネスの発掘現場で、紀元前700年頃の炎上住居が発見された。同じようなものが、メインランド島の部屋、ウェストレイ島ピロアオール・カリーで発見された。オークニーにある、 最も象徴的な鉄器時代の構造物は、ブロッホと呼ばれる、広報炎上等遺跡で、シャピンゼー等のバローストンブロッホ、ガーネスブロッホのような定住地である。これらの建物の本来の姿と発祥は、進行中の議論となっている。この時代のその他の建物には、地下倉庫や臨場住居があり、校舎は常により、古いブロッホの土地と関連してきた。 ローマ人のブリテン島支配時代、オークニー王は11人いるブリテン島指導者の一人であった。アグリコラの艦隊が行ったり来たりした後、おそらくシャピンゼ税島で怒りを下ろしたのだろう。直接的な、ローマの影響は、征服より、むしろ貿易に限られているようだった。鉄器時代後期、オークニーは、ブリソン諸号を話すピクト人王国の一部となった。 この時代の考古学的な内向の印象が、より薄いが、肥沃な土地とオークニーの豊かな海が、ピクト人に快適な暮らしを提供したであろうと、仮定できる、あらゆる理由が揃っていた。ピクト人の時代が終わるにつれ、ゲール人のダルリアダ王国が影響を及ぼし始めた。おそらくケルト系キリスト教伝同士の役割を、通じてが第一であっただろう。 これらの伝道詩を記念するパパという形容語が、いくつかの島で明示されている。しかし、ゲール人の存在が確立される前に、ピクト人は徐々に8世紀後半から、ノース人によって追い払われた。この変遷の本質は論争の的となっている。ノース人による、ピクト人の平和的統合から、ピクト人の奴隷化、そしてピクト人の大量虐殺まで、 説の範囲が広がっている。13世紀に書かれたオークニー諸島人の佐賀によれば、875年、ハーラルビハツ王がオークニーを支配下に置いた8世紀後半から9世紀諸島、オークニーとシェトランドは共に、ノルウェー人に従者の顕著な流入を体験した。この島々をバイキングは、ノルウェーとスコットランド本土沿岸部に対して行う。 彼らの海賊的冒険遠征の本拠地としたのである。これに対応して、875年に、ノルウェー王、ハーラル・ビハツ王は、オークニーとシェトランドで構成される、北部諸島を王国に併合した。スコットランドでの戦いで息子を失った償いとして、ログンベルド・エスティンソンは、ハーラル・ビハツ王からオークニーとシェトランドを授けられた。彼が、初代のオークニーのヤールである。 彼の後は弟のシグルドが継承した。しかしシグルズの子孫は過労じて彼より長く生きたに過ぎなかった。奴隷の身分からログンベルドの息子となったトーフアナーがオークニーのヤールとなって主流となり彼の死後も島々を支配下に置いたのである。時代は息子のトールフィンが継いだ。彼の知性に対位したエリーク・ハーラルセン。 ハーラルビハツ王の子が954年に殺害されるまで攻撃の本拠地としてオークニーを利用していた。トールフィンの死と埋葬地と推定される北斎のブロッホはオークニーのヤールの地位をめぐる一族の長い争いを招いた。オークニー諸島を強制的にキリスト教家したノルウェーのオーラブトリグバソン王ペーテル・ニコライ・アルボによる絵画。オークニーに キリスト教が伝来したのは、995年、アイルランドからノルウェーへ行く途上であった、オーラブ・一世が、サウス・ウォールズ島に立ち寄った時である。オーラブ・一世は、オークニーのヤール、シグルズを召喚し、私は、お前とお前の家来全員に洗礼を受けるよう命じる。お前がそれを拒むならば、私は即座に、お前を殺させる。炎と歯を持って、 すべての島々を荒廃させることを私は誓う。と申し渡した。驚きもせず、シグルズは先例に同意し、これにより島々は一気にキリスト教徒の地となった。11世紀初頭には大国駐在の死去を受け入れることとなった。トルフィン・シグルドソンは、シグルズの子で、スコットランド王マルカム2世の孫に当たった。シグルズの他の息子たちと共に、 彼は11世紀前半の間オークニーを治めた。そして、ダブリンからシェトランドへ伸びる、小さな海洋帝国に対して、自らの意向を広げた。1065年頃にトルフィンが死ぬと、息子のポールとエーレンドが後を継ぎ、1066年のスタンフォードブリッジの戦いで戦った。成人したポールとエーレンドは争うようになり、この対立は次世代に持ち越された。 1116年4月、マグヌス・エーレンドソンが、いとこのホーコンポールソンに殺害された結果、現在も、カークウォールの代表的な風景となっている、聖マグナス大聖堂が建てられた。珍しくも、トルフィンの時代以後のノルウェー系オークニーのヤールは、オークニーのために、ノルウェーに忠誠を誓い、そしてケースネスのヤールの称号保持者として、スコットランド王にも、忠誠を誓っていた。 11世紀から13世紀の様々な時代、オクニーは、ノルウェー系のマンシ島及びトウショブ王国の一部でも、あった。この王国の王たちは代々ノルウェー王の進化であった。ログンベルドを以後代々続いてきた、ノルウェー系ヤールの継承は、1231年のヨンハーラル戦の三層での殺害で断絶した。ケースネスのヤールの称号は、 アンガス博の次男マグナスへ与えられ、1236年に、宝庫にニ音声はマグナスを、オークニーのヤールに認定した。1290年、幼い女王マーガレットがノルウェーから、スコットランド本土へ向かう途上、オークニーで救世した。アサル王家が断絶し、大継承権請求者が複数現れた。スコットランドは、情勢が不安定となった。 1379年、ロスリン男爵の称号を持つシンクレア家が、オークニーのヤールを白爵として継承した。オークニーに、バイキングが実在した証拠は各地に残っている。ブロフ・オブ・ビル・セイシュマ、現在は、無人島に残る、地名、諸島各地に、スアマターある地名、そして、メイズ・ハウに残る、ルーン文字の碑文である。 ジェームズ3世と王妃マーガレット1468年、デンマークノルウェー王クリスチャン1世は、スコットランド王ジェームズ3世と婚約した娘、マルグレーテの持参金支払いの保証として、オークニー諸島をスコットランドへ対応した。持参金が払われることはなかったため、オークニー諸島は以後スコットランド王国の一部となった。この時代以後のオークニーの歴史は、 主として支配者である貴族階級の歴史となった。一般庶民がより大きな明瞭さを持って出現してくる。スコットランド人事業家の殺到は、農夫、漁師、自らをコミュニタティスオーカディと呼んだ商人を含む多様で独立したコミュニティを作るのを助けた。彼らは人数を増やすことで、封建領主に対して自らの権利を守ることができると証明したのである。 少なくとも16世紀からスコットランド本土とオランダの漁船がオークニーにおける日清漁を支配していた。19世紀になるまでオークニー初島人の船団はわずかしかなかったが、その後急速に数を増やして1840年代にはストロンゼ税島で700隻を数えた。後にはストロムネスが漁の中心地となった。他のスコットランドの漁港のように、 タラ量が中心となったことは一度もなかった。17世紀、オークニー諸島人は、カナダのハドソン湾会社で、従業員の圧倒的多数を占めていた。オークニーの厳しい気候と、真面目だというオークニー諸島人の評判、そして船を操る彼らの技術が、カナダ北部の過酷な状況に対する、理想的な候補者たら占めていた。同じ時代、昆布を焼くことが、 大国諸島の基幹産業となっていた。例えば、シャピン税時まで1年に生産される3048トンの焼いた海藻で炭酸ナトリウムが作られ、地元経済に2万ポンドの収入をもたらしていた。17世紀に始められていた農業の改善は、平民を囲い込む結果となった。最終的に、ビクトリア長期になって最大かつ管理が行き届いた、農場が現れた。 そこでは5つに分けられたシフト製を導入し高品質の肉牛を生産していた。チャーチル・バリアーズ第一次世界大戦と第二次世界大戦中、オークニーのスカパフローはイギリス海軍の基地として主要な役割を担った。1918年の休戦協定後、ドイツの太陽艦隊がその将来が決まる決定がなされる間、スカパフローへ移されていた。 しかし、艦隊の大半は1919 19年6月に、自沈した。ほとんどの船は引き上げられたが、沈没したままの船は、今や余暇を楽しむダイバーの好む場所である。第二次世界大戦から1ヶ月が経過した頃、イギリス海軍の戦艦ロイヤルオークが、スカパフローにて、ドイツの U ボートによって沈められた。この結果、 スカッパフローへ往来可能なほとんどの水路を閉じるために土手道のチャーチルバリアーズが建設された。この土手道は旅行者がフェリーに依存する代わりに陸路で島から島へと行けるという補足的な利点があった。土手道は捕虜となったイタリア兵が建設に携わった。彼らはラムホルム島に凝った作りのカトリック教会イタリアンチャペルも建てた。海軍基地は 戦後に捨てれ、結局1957年に廃止された。戦後、オークニー諸島の人口減少問題は重大であった。それでも20世紀最後の10年間に復調が見られ、オークニーでの生活は繁栄と比較的階級のない社会の創造を持続させることに集中している。現代のオークニー諸島の人口は19世紀半ばに2万6000人を超えたのがピークとなった。 以後一世紀減少し続け、1970年代には1万7000人を下回った。人口減少は、離島において特に深刻で、一部の離島では進行中の衰退に対して脆弱である。オークニー諸島は、スコットランドの他の島や島諸部とは、多くの点で非常に異なっているが、この傾向は、よそで起こっている現象と非常に似通っている。 ピクトビトがオークニーに定住して正確な記録としての歴史が始まった時彼らが話していたのはブリソン諸語であった1970年にメインランド島で発掘されたバックコイスピンドルホールには拝む文字の碑文が刻まれておりオークニー諸島にノルド語以前のコアイルランド語が存在していたことを示す証拠となっているノース人のオークニー占領後 オークニーの地名は、すっかりフルノルド語の西ノルド語となった。このオルド語は、オークニーやシェトランドで独自に話されるノルン語へ進化し、18世紀、終わりまで細々と話されていたがついに滅びた。ノルン語は、当初スコットランド語オークニー方言にとって、変わられたのである。この方言は、テレビや教育、かなりの人数の移住者という全面的な影響のために、 長楽の一図をたどっている。しかし、オークニー方言の使用を復活させる試みが一部の作家とラジオのキャスターによって行われている。特徴ある歌うようなアクセント、コノルド語に起源を持つ多くの方言語は使われ続けている。訪問者に最も頻繁に遭遇したオーカディアンの言葉は小さいを意味するページへである。これはフランス語のプチに由来するのかもしれない。 オークニー諸島には豊富な民族伝承がある。古い昔話の多くには、オークニー諸島とスカンジナビア半島の関係を示すトロウが関わってくる。古くの地元の風習には、ストーンズ・オブ・ステネスを構成するオーディンガンで行われる結婚の儀式も含まれていた。現代オークニー文学の著名な象徴は、詩人エドウィン・ミュア、小説家、詩人のジョージ・マッカイ・ブラウン。 小説家、エリック・リンクレーターである、バグパイプバンド、フィンズタウン、メインランド島オーカディアンとは、オークニー諸島出身者を指す固有名詞である。500年以上前の1472年に、オークニー白領は、スコットランドに併合されているにもかかわらず、オーカディアンはまず第一に自らを、オーカディアンであるとし、次に、スコットランド人であるとみなす。 オーカディアンがスコットランドについて語るとき、彼らは、ペントランドファースイナンの土地のことをスコットランドとみなしている。オーカディアンがザ・メインランドと言ったときは、オークニー諸島のメインランド島のことを指している。ハイランド地方で見られるようなタータン、クラン、バグパイプは、オークニー諸島土着の文化ではない。しかし、少なくとも2種類タータンがオークニーに伝わって登録されている。 そしてタータンは、オークニー住民の一部が、サンデー市まで身につけようとしてきた。バグパイプの演奏集団がオークニーにも存在する。先祖代々オークニーで暮らしてきたオーカディアンは、オークニーにルーツを持たないオーカディアンを指して、フェリーローパーズと呼ぶ。この名称は少なくとも200年あまり使われてきた。オークニー諸島は、 オークニーシェトランド選挙区の一部として、庶民人に一議席を持っている。現在の国会議員は、スコットランド自由民主党所属のアリステア・カーマイケルである。この議席は1950年以降自由党と、その後誕生した自由民主党が厳守している。スコットランド議会において、オークニー選挙区は、小選挙区制によって、スコットランド議会議員を一名送っている。 現在の議員は、スコットランド自由民主党のリアム・マッカーサーである。マッカーサーの前任者は、元スコットランド首相ジム・ウォレスであった。オークニー諸党議会は、議員数21名で構成され、議員全員が無所属である。オークニームーブメント党は、スコットランドからのオークニーへの自治拡大を支持しており、1987年、イギリス総選挙では、 オークニーシェトランドムーブメントとして選挙を争った。スコットランド国民党はこの選挙連合と議席を争わないことにした。ムーブメントの候補者、ジョン・グッド・ラッドは3095票を獲得して読みとなったが、この試みは繰り返されなかった。オークニー諸島の土壌は全体的に非常に超えており、 土地の大半が農地に利用されている。農業は大国経済最大の重要部門で、労働人口の1、4に雇用を生み出している。90%以上の農地が羊と牛の放牧に使われている。穀物生産は農地のおよそ4%、森林はわずか134ヘクタールである。 かつてに比べると漁業が、オークニー諸島の経済へ与える影響は減ったものの、2001年においても、未だ345人が従事している。これは、オークニー諸島の経済活動人口の約、約3.5%にあたり、現在の産業は、ニシン、タラなどの白身魚、ロブスター、カニとその他甲殻類、養殖サーモンに集中している。現在、 経済の伝統的な分野は、牛肉、チーズ、ウィスキー、ビール、魚や、その他海産物の輸出である。この中で、メインランド島にあるウィスキーの蒸留所の一つ、ハイランドパーク蒸留所は、世界最北のウィスキー蒸留所として知られている。また、同じく、メインランド島にある、スキャパ蒸留所で生産されるウィスキーは、 ブレンデッドウィスキーとして有名な銘柄であるバランタインのキーモルトの一つとなっていることで知られている。近年は観光業、食品製造業、飲料製造、宝石、ニットウェアや、その他工芸品、建設業、フロッタ島原油ターミナルを通じての原油輸送業など、多分野が成長してきている。小売業は、雇用全体の17.5%を数える。 公営事業も重要な役割を担っており、大国伊諸島の労働人口の約1、3が雇用されている。メインランド島沖合で行われている、ペラミス波力発電機のテスト2007年、1420あるバット登録された企業のうち55%は、農業、漁業、林業で12、12%が、卸売業と建設業、12%が、小売業、 5%がホテルとレストランであった。さらに5%は公営事業と関連があった。これら企業の55%が5人から49人を雇用している。オークニー諸島は重要な風力と海洋エネルギー資源を持っている。再生可能エネルギーは最近有力となっている。ヨーロッパ海洋エネルギーセンターは スコットランド自治政府が講演する研究機関でメインランド島の会場で波の試験地を設置したり、伊伝島に超力試験基地を設置している。伊伝島における事業の公式開始において波の開発と用途に合わせた実演施設を持つ超力装置の一種としては世界初のものであると述べている。二千七年、スコットランド自治政府はイギリス最初の波力ファームに 資金提供を行うと発表した。4100万ポンド以上の価格である4台のペラミス、波力発電機で発生する3メガワットの能力は、世界最大となるだろう。2007年の間、スコティッシュサウザンエナジー社は、グラスゴーのストラスクライド大学と連携して、オークニーの多島海で、地域パワーゾーンの実用化を開始した。オ国クニー諸島のメイン空港は、 ハイランドアイランド空港者経営のカークウォール空港である。フライビー系列のローガニエアはスコットランド本土への運航を行っている。シェトランド諸島のサンバーグ空港への便もある。オークニーでは議会が空港を運営している。それにはストロンゼ税島、エディ島、ノースロナルド製島、ウェストレイ島、パパ、ウェストレイ島、サンデー島にある各空港が含まれる。 ウェストレー島とパパウェストレー島の間のフライトは予定でも世界で最も短いわずか2分であり風向きによっては1分かからないこともある。オークニーフェリーが運行するアールソールフィン号フェリーはオークニー諸島の各島およびスコットランド本島を結ぶ重要な交通手段である。オークニー諸島からスコットランド本土よびシェトランド諸島に向かうフェリーは次の通りである。 オークニー諸島の友人島間のフェリー運行は、オークニー諸島議会が所有する会社、オークニーフェリーが運行する。計画段階ではあるが、オークニー諸島とスコットランド本土の15から1 6トルを結ぶオークニートンネルを作る計画がある。また、メインランド島からシャピンジー島を結ぶ海底トンネルも計画されている。ありがとうございます。